ましょうか。もう世界も夕方になってきておりますね。ということでバイオハザード8ブレッジのダウンロードコンテンツがね、来月発売されるということで、まあその記念をしてですね、まあ前回っていうか、まあ前回シリーズ、まあバイオ7と合わせて、で今ね、8のビレッジもやっていっているというところで、でこれまあ2周目をや、のデータ、クリアデータをね、やってってるんですが、まあいろいろとね、まずはあの、カラスをね、しばき倒して。何喋ってたか、ちょっと。分からなくなった。おう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 。おはようございます。元気ですね。あれ？ここもいなかったっけ？ああ、飛んでるやつらがいるわ。どういうことね。で、マークな、おう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 、近い近い近い。はいはいはい、はい。で、今回は、前回、もろもろちゃんをいっぱい倒したのね、これね。じゃ、もろは一体だけだけど、もろを倒したので、あー、起きてる。で、もろをぶち倒しまして、で、今回ね、ちょっとまた村に戻って、いろいろ散策をしていこうという、そんなパートになっております。なんか前回と違って全然あれやね。喋ってる言葉が同業種っていうか、なんか面白気味もなんともないんだけど。まあ、とりあえず、これで、これ、カチャコンってやったところでなんか意味あんのかな？あんま意味なさそうだね。はい、か。じゃあ、こっち。ん？あ、なるほどね。この小屋の中で、あれだ、お食事中のライカンちゃんがいるから、多分そいつの声だと思われる。で、これでクランクじゃない、井戸の羽。あ、くるくる、くる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 。でね、相変わらずのね、もう世界観がね、もう透明マントマンになっちゃってるからね、ほんとに。なんでこうなったんだろうな。もう毎回同じこと言ってるけど、不思議でならないんだよね。で、その、あれを見たところで、あれっていうのはその、あれなんですよ。あれあれ。もうなんか、いろんなパートであれ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 言ってるよね。あーれここで気づくかな、気づかない、気づくか、どこ撃つ、アナル、それとも心臓、こっち見たよね、見てるようで見てた、おやすみ、生きてんのかよ、すげえ、マジか、強いね。ということで、ここにはもう実はね、もともとね、モロー括弧わらのモローのマグナムがあったんだけど、うん。まあ、ちょっと待ってね。まだ見えるか。いない？いる？どっかにいるんだけど、鍵を外すと、やっと、あれ？あれ？あ、いた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 。うるうる。さあ、向かってこい。やった、来た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 。甘いわー。体力だ。うるわ。すごい飛んでるな。体力1万もあんのか。攻撃力がこれ2000だから。ねえ、牙城の結晶骨格。ごちそうさまでございます。ここ戻るときになんかまた出てきたりするのかな。それはなさそうかな。とりあえず、人魚の金属球。人魚の金属球まではなんとかなるんだけど、この次がなかなか恐ろしいんだよね。最後の、ね、最後の金属球のやつが、多分それだけで1パートを使いそうなくらい難しいんだよな。さて、じゃあ行きましょうか。あった。コロ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 。これだってあとも自由だもんね。で、こっち行って、くるっと行って、ほい。で、左に旋回、右に旋回。いや、関係ないね。で、これでくるっと行って、あ、これやっぱちょっと見といた方がいいか。で、
で、こっち行った後で、こう、くる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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ん？どうなってる？で、くるっと。これ、落ちる要素ないんじゃないか？ね、きっとないよね。だから、初めてその旋回を使ってやるようにしましょうみたいな、そういう落ちになってきて、で、次回難しいから確保してね。ファーン。よし、オッケー。じゃあ、村戻って、どうしようかな。村戻って、あいつぶちのめす？もう今から緊張してるんだよね。30発程度だったら、あんまり意味がないと思うんだよね。こっちだ！ This way! Please this way! どっかのアルバートさんが言ってたセリフだね。で、こっちで合ってたっけ？じゃあな、こっちじゃないな、どっちだったっけ？こっちから入るんだったっけな。あのね、クランクくるくる回しましょうか。あ、間違えた！あ、なんかこれも違う気がする。なんかド派手だね。違うよ、移動で回せないよ。クランク、クランク。クランクが使えそうだ。あれ、クランクで回すことこのくらいだったっけ？この2箇所だっけ？で、ここくる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 回したら、結構長いな。グッグッグッと。ね、おう。肉、肉。ちょっとでも稼ぐ肉。あれ、ここのトイレは開いてんだね。あ、うまい、にゃんにゃんにゃん。間違えた。パソコンに引っかかって、クリックしちゃって。こっちに行っても特に何もないですから、こっちだね。あ、で、ここであれか、なんか、首飾りのアイテムが手に入るんだったっけ？確かそんな気がする。ビジョンブラッド。だね、多分これだな。よし。カチャ。で、バルコラックアルファに会いに行こうと思うんだけど、This way, Papa。あ、パパッパッパッパー。あらパッパー。シャドウゾーブリビレッジの時はね、確かね、ここにね、敵がいるんですよ。で、Rose is waiting for you. ああ。うぅー！やばいやばい、羊に襲われる。羊？違うの、これヤギか。ヤギってんな。で、いるから、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そうなんだよ、声がすげえ聞こえてくるんだよね。他にいるんだよ、いるんだけど、こいつね、あのね、シャレにならないくらい本当に強いから、仕事とかない。あ、いたね、背中見えたね。こっち向かってきてる、もしかして。向かってきてるね。やばい、オッケー。半端ない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 。オッケー、よし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 。あー、半端ない。強かったねー。これなんて読むんだ。古賀獣なのかな、イニシエ賀獣なのかな。怪物化身で結晶化して歴戦の猛者の風格を感じる。これ一個って確か8万くらいするはずなんだよ。ほら、もうだって周りの肉のつき方が違うもんね。モローの復眼。最後に何を見たのだろうか。これと、これビジョンブラッド。で、一個組み合わさって。あともう一個どこで手に入るんだったっけな。宝物。何してんの何してんの。ほい。これで、ねえ、ごめんね。いやー、ブルーホースがビビり散らかしてるから相当強いもんが出てくるんじゃねえかみたいなことをね、思った方もいるかもしれないですけど、ごめんなさいね。まあ割とあっさりできたかなと思いますね。これは、あ、これあれだ。スタートだね。ルイザの屋敷。あ、じゃあもうこれ結構手に入った。あとこれなんだろう。あー、そっか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 、思い出したわ。あ、どうしよっかなー。いや、後回しにします。祭壇に、祭祀場に向かう途中に行くべきところがあるんだけど、今回は先にこっちに行きましょう。ここなんかぶら下がってるやつなかった。特にないか。よし。
ということなんで、ちょっと寄り道して砦で行って、だね。ちょっと寄り道して砦で行って、グッドラック。せいぜい頑張りな。幸運を。うん。で、入ったところで一旦ここのパートは区切るのがちょうどいいのかもしんないね。ここら辺特にないので、あそこの下行ってももう壊してるから、トーテムポールじゃん。トーテムポールなんか見たら、まあトーテムなんだけど、全部壊せてなかったみたいな。なんか10個中16個か17個か、なんかそのくらいしか壊せてなかった。どんだけ遊んでないんだっていう話なんだよね。よし。じゃあ、ちょっと待ってね。どうしようかな。これでまず打ち込んでいって、敵の姿は、あれ？意外と見えないな。これ透明マントマになってるから、見えるかな。なんかもうやり散らかしたすぐ後みたいな感じになってるけどね。上カラスめっちゃ飛んでんな。さあ、皆さん、ワインブラッド。いるね。あれ兄弟なのかな。なんかやらかしてるけど。うる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 。そんな怒っちゃやだよ。はい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 。あなたに攻撃の隙は与えない。僕はビビりなんや。余裕を持ってプレイしないとダメなんや。オッケー。巨人の決勝戦、斧。斧って他の読み方なんだったっけ。まあとりあえずぶちのめしたんで、やっぱりこういうプレイはあまり好きじゃないかな。もっとギリギリの戦いが見たい、もっと慌てるところが見たいっていう方もたくさんいるかと思うんですけどね。プレイしてるこっちとしてはね、もう心拍数がね、もう限界値を超えるほどバク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 するからね。これはどうやって使うんだろうな。なんかキュイーンって言うんだろうね。わあ、ワインブラッドがいっぱいあるね。これもしかしてバルコラック食ってた？形的にはバルコラック、まあ牛なんだろうけどな。まあちょっとこういうのが苦手な方はね、まあ、苦手な方はそもそもバイオ見ないか。干し肉になってるんだからね。まだいっぱいあるはずだよね。ここでもお肉が取れちゃう。魚の生肉、獣の生肉。そして今日は太った行商人が来る日。いにし新聞いくつか譲ってもらう。皆様記事やはりその会社の、エンブレム。はい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 、はい。ここであれなのかな。これ誰なんだろうね。あれちょっと待って。スクラップ、ちょっと待って、なんか、向こう側にあったぞ。なんか拾えるのかあったぞ。なんだ。ああ、スナイパーライフルね。はいはい。これで、もう全部アイテム拾ったことになってね。じゃあ、宝物だけパクっていっちゃいましょう。オッケー。ちょっと戻るときにね、やつが出てくるんだよね。ほい。やつらが来るから構えといて、見回りに来てみたらなんか騒がしいやつがいるじゃねえか。てか、おめえらのほうが違うぞ。オッケー、よし。じゃあ、とりあえず、砦に、ひゃっほいしに行こうか。これで終わったら、パートが短すぎるからね。ひゃっほい！左に避けて、右に避けて、どっかで、わー言うてるけど、とりあえず、駆け抜けていって、逃げおおせていきましょう。もう、こんな怖い人たちがいっぱいいるところに、僕ちゃんやってられない。ダンス。ダンス、ダンス。目の前に現れるダンス。はい、飛んでいくダンス。これ、落ちるダンス。ああ、やばい。ちょっと待って、自分のキーボードの置く位置の手が変わってしまったから、操作がブレまくりの。よいしょ。で、ほい、オッケー。
まだいいか。おお、やばい。おお、やばい。うわ、ちょっと、あ、やっぱ爆発したらお亡くなりになりそうだったね。危ない、危ない、危ない、危ない。これ大丈夫か、これ大丈夫か。ちょっと待って、こっち登れる、登れるね。ほい、オッケー。ほい、で、これを今のうちにカチャコンしとく、カチャコン。で、振り返ればやつがいる。おお、ちょっと待って、ん、あ、いた。振り返るどころか目の前にやつがいた。おお、危ない、やべ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 。え、で、なんだ、あ、弓で撃たれた、もしかして。ほら、甘いザンス。登る。あー、これあと4発しかないね。こういう時にやっぱマシンガンをダダ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 撃てるようにしといた方がいいのかな。危ない、危ない、危ない、危ない。来る、来る、来ない、来る。あ、やばい、やばい、やばい。え、ちょっと待って、あれ、これなんか嫌な予感する。来てない、来てる、来てない、来る、来てない、降りる。よし、さあ来い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 、さあ飛べ、さあ飛べ。まだいるか、相手したやつ。ほい、ほら、おっちゃんが相手してやるよ。33歳、ウィンターズが相手してやるよ。どっから来る、ブオーブオー言うてんな。ほら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 、よいしょ、ケイショットが、おお、目の前、あばいだ、おお、お前ら、急に、お前ら、そんな急に目の前に来たら、いくら私がか弱い男の子だからって、相手にできるわけないわよ。肉棒は1本しかないんだぜ。まあ、ハーモニカをしてくれればいいんだけど。あ、こいつらに当たらないのか、もしかして。さっきから思ってたけど、マガジンの投げ方がかっこよくない？ほら、ポイッ。で、ここは、あ、ん、ちょっと待って、なんかあるぞ。ここまだ出てくるかな。出てきたら怖いんだけど、まだ出てくる。おお、来てる。ちょっと待って、あれ、ここまだいるの。いや、いるのはいいんだけど、それよりも宝物があるってことは知らなかった。まだいる、まだいるね。ちょっと待って、宝物どこだ。あれ、違うな、これもうちょっと進んでいって、で、え、あれ、まだだね。あれ、どこにあるだす。てか、やっぱさすが砦だね。ライカン超大量発生してんじゃん。来てる。あれ、なんかさっきそれっぽい声が聞こえてた気がしたんだけど。あ、あれか、もしかして、はしご登った反対側にこれ、なわけねえわな。あ、そうだね、やっぱこれの真上っぽいな。ってことは、これを登って、反対側にピョンって、いや、反対側ピョンなんかできんのか？あ、行き過ぎてるね。あれ？どっかから登れるところがあるだすか？あれ？あと、俺、登り方知らない。もしかして、一回も行ったことないか？お金がある。あそこら辺ってことだよね、多分ね。あ、もしかして下か、上じゃなくて。ここらへん、え、あれ、ないね。ちょっと待って、みんな宝の場所こんなとこにあったんだっけ。知ってた。いかに浅くプレイしてるかっていうのがわかるよね。気が済んだ。ここにどうやって登るだす？やっぱりでも登る手段としてはこっ
から無理で、あれを伝って登っていくわけにもいかないし、なんかあそこにある光もあれはしごじゃないもんね。じゃあやっぱりここから登れないから、ハンドガン640レイ、こっちから登っていって向こう側に飛ぶみたいなことができるのか。いやでもそんなボタンないよな、バイオにな。だよね。あれ？ん？違うね。あれ？あの光のあれだ、加減的にはここまで来ちゃうと、そうなんだよね、今度逆になんだよな。あれ？なんか潜っていけるところがあるとか、そんな感じでもないよね。わかんないや。あ、なんかちょっとまた調べとこうね。じゃあこれ以上引き伸ばしても仕方ないんで、取り出に入ったところで一旦本パートは終了とさせていただきましょうかね。はい。ごめんなさい、なんか無駄に付き合わせてしまって申し訳なかったです。どうやって行ったらいいのかちょっとよくわかんないんだけど。ここら辺なんかあるか？ないよね。ないよね。でもこの真上にある、あ、行き過ぎなんだ。ここか。ここだね。この真下？いや、でも上登れるところがあるっぽいから、これどっか、これ違うな。ここになんか行く手段があるんだろうな。あ、これもしかして、いや違うな。こっちから行けるかと思ったんだけど、そんな感じの場所もないよね。こっから飛び降りる？飛び降りたとてだよね。無理だよね。どうしたらいいのかちょっとよくわかんない。てか、これか、もしかしてあれか、あの、地下道で、違うところから行って、あの、なんだっけ、なんかあの、謎解きみたいなのしてガチャガチャ、あ、いや、ちょっと待って。いや、ないな。そうだね、向こうだもんね。そうだな、やっぱだからどっかの地下なんだよな。地下潜って撮るところがあるから、多分それなんだと思うわ。ごめんなさい、付き合わせてしまって申し訳なかったです。次回ちょっと砦攻略編ということでやっていこうと思いますので、ぜひ、ね、お付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、ね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートに向けてチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。では、次回パートをお会いいたしましょう。またね。